どうも、マセキの浅草キッド、エルカウキのエルウダです。はい、どうも、デロイアン氏です。ということでね、はい、昨日ね、ちょうどいいブスのすすめというドラマの、はい、タイトルが変わったにもかかわらず批判が殺到してると。はいはいはい、はい。で、かなりね、やっぱそこら辺の炎上騒ぎに便乗して、うん、ちょうどいいブスを批判する人たちっていうサムネにしたんですけど、はい。思いのほか再生が伸びなくて。まあ、はい。そりゃそうだなと。クリスマスイブに誰がちょうどいいブスの話聞きたいんですよね。まあまあまあ。で、なんで今日はね、はい、クリスマスに、トースポの方で、紺のブルバの毎日チンコ謎かけが載ってまして。うわ、稼ぎに来たのか。これ男性に載ってるんですけど、はい。なんとクリスマスのチンコ謎かけ。あるんですか？はい、うん。トナカイとかけて、チンコと解く。うん。その心は、うん、どちらも、ソリがつきものでしょうということで。あらららららら。こちらをですね、今日のサムネにしたいと思ってますね。はい、なるほど。クリスマスの日の紺のブルバ毎日チンコ謎かけ。これで3000回いくと俺は私踏んで。私はどっちかというと左に反るタイプですね。あ、そうですか。はい。あなたのマジの反りを。はい。なるほど。マジの反りで。あ、そんな、いいんですかサービス。いやーもうクリスマスですから。さすが。はい。そしてデロニアはじめね、ついさっき事務所に、うん、函館親善大使の名刺が届いてましたね。届いてましたね。ついに来ましたね。デロニアはじめなんと、函館親善大使になったんですか。なりましたね。ついに私の家がですね、ワンルームの家がですね、はい、大使館へと。はい、あ、実家の今の家。今の家が私の大使館としてこれから使われてる。函館大使館。はい。いや、日本だろ、函館も。はい、函館大使館なんで、もしも函館で、はい、から来て、東京で困ったことがあったら、すぐ私の大使館まで駆け込む。なるほど。この発言は大丈夫ですね。そういう親善大使に取り消される可能性ないです、冗談の分かんないやつは、俺は本当に嫌いなんで。そうですか。はい、ねえ。今後ね、まあ、だから、デロリアン氏よくね毒づいて、ね、いつも会場の空気をこう凍らせることありますけども、いやもうこれから何かあったら全部函館の話をして、あさすが、全部函館の話をして、函館キャラで、はい、なるほど、函館の話を、じゃあこれから函館の勉強しないとダメですね、いやもう一から勉強ですから、そうですか、はい、まずどこに何町があるのかをまずね、はいはい、全部こう見なきゃいけないと、なんでこれはね、はい、まあ、今後もしかしたら仕事の広がりもあるかもしれません、しないかもしれないですけど、はい、わかりますよ、これはわかりますよ、爆死みたいなもんですね。ということで、まあ、何かありましたら皆さん、はい、デロリアン橋の方までちょっと、はい、ね、いろいろお問い合わせいただきたいんですけど、そうですね、函館で旅行したけど、うん、ひどい目にあったとかね、そういうのは全部もう全部俺が全部もう賠償金を、はい、もうこれもう請求の窓口としてすごいな、うん、そしてね、はい、クリスマスにね、はい、やっぱ結婚する人多いなということで、ああそういややっぱってことは、まあ、小倉優子さん、はい、40代司会の男性とクリスマス再婚、あらまあ、笑顔と優しさにあふれる温かい家庭をということで、やっぱね芸能人ハイヌチですからね、そうですよ、いつもこれで歯は綺麗に、やっぱね俺もし小倉優子さんと自分が結婚できるんであれば、はい、絶対家でブンブン完成分一回やってもらいたいんです、はい、20分やってもらう、20分ずっと見たい、普通に撮影じゃねえかよ、もう見たいでしょ、俺絶対やってもらうね、まあ綺麗だよね、綺麗、何度かね、すれ違ったことありますけども。まあ、我々も芸能人ですから、テレビ局行ってますよ。今度から函館新人大社で名刺を渡すという名目で、いろんな芸能人話しかけることは可能。俺それ、マジでやろうと思ってるんだよ、今。いろいろやろうと思ってから、それで。だから俺は止めたろ、さっき。貴重な名刺、飾る名刺、お前はマセキユースの若手に配ろうとして、いやこんな意味のないやつに配らなくて、ちゃんと聞こえるように言ったの、あいつらに。はい、こいつらに配ってる。まずね。はいはい。身内から。まずこう、渡し方から、はいはいはい。ねえすごいことです。そしてね、綺麗な人結婚つながりで言うと、はい、高橋真麻さんも結婚ということで、はい、ねえ、なるほど、すごい良かったですよね。37歳ですもんね、確か僕の1個上だと。本当だ、高橋真麻さんの年齢見ないで言えるっていうのはすごいでしょ。僕ね、キモいですね。僕は巨乳ちゃんはね結構興味ある。いや、しっかり巨乳ちゃんって言うな言うな、恐竜ちゃん。あ、ダメだ。ちなみにね、ちょっと前のトースポのグラビアアイドル、うん、久里さんって方とお仕事しまして、はい、そしたらついさっきね、マセキのマネージャーさんで、はい、普段そんなに僕らとそこまでお話ししてない方が、はい、この前俺の知り合いのグラビアの子、お前らと仕事したっすよって。久里知ってる久里って言われて、はいはい、ああ、一度とか言ってて、はい、でもちょっとやっぱこう、硬かったんですよ、そのマネージャーさんも。なんか、俺らとね、そこまですごい仲良いわけじゃないから。はい、で、あの巨乳の姉ちゃんですよねって言った瞬間に、はい、そうそう、恐竜の姉ちゃん。心の扉を開けるのは恐竜なんですよ。わかりますか？冷戦状態が解ける、いつも恐竜。わかりますか？嫌だね、男って本当に。お前も男だろ。本当に男って嫌だね。お前なんだったら一番最初 に自分のチンコの反りの方向発表したの。どうだっていう。いやだ、下品だわ。ねえ。そしてね、綺麗な人結婚つながりで言うと、
宇治神一番、昨年結婚していたというんですね。いやいや、でも分かんねえだろ。いや、綺麗なやつ、白塗りでね。化粧しかしてねえだろ。すごいですよ、我々エル歌舞伎ですけど、宇治神一番さんは歌舞伎ロックスですから。はいはい、その2つのチラシが水道橋博士のお店にどっちも置いてあるという、ね、ありましたね。すごいことなんですよ、ね、商標登録される前にね、うん、お互い頑張んないとダメですから。松竹がね、歌舞伎を商標登録した場合に歌舞伎上げザグレート歌舞伎どうなるっていうね、あ、なってましたからね。あるね、知り合いの方からね連絡が来まして、はい、歌舞伎が商標登録されたらどうすればいいと思いますかみたいな来て、はい、エル歌舞伎の間の点を取っちゃえばいいんですよって言われて、あ、エル歌舞伎っていう、あ、なるほどね、本当のアドバイスをくれる、アドバイスくれる本当のやつくれるねびっくりしましたよ。中黒取っちゃえばいい。中黒取っちゃえばいい、うん、ね、なるほどなるほど。そしてね、最近結構ユリアリクについて調べてることが多くて、はい、やっぱりリク君の限界で今年で引退だそうで、ああもう、うん、残念残念、うん、高橋大輔は現役続行って言ってんのに、でね、ユリアリクの検索履歴は残ってたんですよ。そしたらね、ユリアリクで検索すると、うん、一番最初出てくるのは、うん、スペースかわいいなんですよ。いや、まあ、りくんかわいいです。違うよ。ユリアだろ。違う。バカ。りくくんかわいい。ユリアは、うん、最初見た時かわいいと思ったんだ、俺。最初見た時って言うんだよ。爆笑レッドカーペットで。最初見た時って言うんだよ。お姉さんだと思ったんだよ。うん、で、ユリアリク、その次でユリアリクスペース結婚なんだよ。おい、ユリアリクが。ユリアなんだよ。あ、結婚するんだ。違う、結婚してるかどうかみんなが検索してるんだよ。なるほどね。カップ数とか入ったらもうカップって言ったらもう危ないですよ。もうカップが入ったらもう完全にもうカップ絶対出てると思う。7個目ぐらい、俺そこまで見てないけどこれはもう完全なるもう対象となってますよ。そうですね、そしてね、先ほども言いましたけど、あ、まあ、高橋大輔のね現役続行だから、なんか世界選手権は辞退したけど、はい、昨日ですか、復活で2位になったけど世界選手権は辞退した。あ、そうそうそう、世界で戦う覚悟なの。1位なの宇野くんだっけ。はい、宇野昌磨さん、うん、点差がすごいね。あ、そうだった、ね、1位と2位の点差がすごい。差はね、40点以上ついてるんじゃない、50点か。とんでもない差をつけて勝ってましたね。それ審査に上沼恵美子さんいたんじゃないですか。いやー、まあ、分かんないけどねバカ野郎、分かんないね、それは ね、 ねちょっと肌白い人はいるかもしれない。いや、確かにね、美白の方はいらっしゃる、美白の方はいると思いますけど。そして東スポではですね、カルロス・ゴーンさんが東京拘置所で新年を迎えるとなんですが、はい、正月気分当然なし、特捜部の追い込みということで、これね、関係者によると年末年始は拘置所も特別シフトが敷かれる、うん、週刊経験者によれば大晦日は夕方に年越しそばが振る舞われるのが慣例。ああ、はい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 、カップ麺やコンビニのそばなど、うん、拘置所によって異なるという、ですが、ゴン容疑者、あ、でゴーン容疑者と同じ東京拘置所にいる、うん、木島かなえさん、うん、死刑囚ですけども、うん、自身のブログで、うん、元日にはおせちの折り詰めとお雑煮と紅白饅頭が出た、うん、私は牛肉入りのお雑煮というものを初めて食べたと綴っているということで。あ、場所によって違うか。俺昔クジラの雑煮だったかな。それ北海道だからだよ。入れてたわ、うちの家は。絶対そうだわ。いや、多分うちでも珍しい方だとは思う。あ、そう。確かクジラの雑炊かな、持ち入れてたかな。ラーメン屋でしょ実家、うん、こういう話と思います。俺の昔バイト先の店長、うん、もうオラオラの、うん、もうパッと見もうそっち系かよみたいな、はい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 、面接行った瞬間に俺はビビっちゃって怖くて、うん、もう安岡力也が座ってたのよ、もうまんまでホタテ持ってなかった、ね、ホタテは持ってなかった、ね、それだったら俺和むじゃん持ってないから怖いのよ。で俺金髪でさ、金髪でも大丈夫ですかってあらかじめ電話しちゃった、当時金髪で芸人やりながらやってた、その人が、うん、すぐ喧嘩騒ぎ起こすのね、トラブル。ああ、はい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 、いますね、そういう人いるでしょ。いますね。その人がさ、うん、近くだから正月とかもさ、コンビニ休めないわけよ、うん、コンビニの店長、はい、で、はい、近くのラーメン屋にさ、うん、年越しそば作ってくれっつって、したら、いや、うちラーメン屋とかできねえよっつって、うん、喧嘩になっちゃった、それ以来そのラーメン屋気まずくて行けなくなっちゃって。そういうのどう思うラーメン屋にもしそうやつ来たら年越しそば作ってくれっつって、いや、普通に追い出すよな、ムカつくよな、追い出されてその人の構えないな、もうそんなやつは二度と来なくていいですね、うん。その店長さんはいろいろ問題を起こしてね、うん、店から逃げちゃいましたけどね、最初に。ああ、まあ今はね、更生して頑張ってるそうです。更生とかいいのに、ね、もう捕まってんじゃん、それ捕まってはないけど、更生してるのって施設入ってんの。結構ね、コンビニから逃げ出すっていう事例はもう10年以上やってましたから見ましたね、よく。なるほどね。ねえ、そしてね、枝野代表、うん、推しメン AKB 竹内さん卒業、うん、
選挙出ないかと将来声をかける可能性はという東スポの鋭い。ああいいですね。見立てなんですけども、やっぱ総選挙ね得意ですから AKB のメンバー。まあそうだね。そう。で政治を切り込むのもやっぱ東スポさんですから、ね。そうですね。ね、あの枝野さんね、うん、無料で握手会時々やってくれるという。ああなるほど。必死な時はというね。自宅にカラオケセットがあるかないとかって聞きますけど、ね。あのツイッターで上げてましたけどね。枝野さん。はい。ええー。カラオケやっているところを上げて怒られるっていうのは見ましたけどね。ええー。うん、そこで13連休を過ごしたとか、あ、そうそうそう、過ごしてないとか、すごいね、うん、安倍晋三さんに政治家に向いてると名指しされた HKT48 の指原莉乃さんが卒業したと、うんうん、それについて質問が及んだ枝野さん、うん、それぞれ皆さんあると思い入れあると思うんですが、うん、私にとっては指原さんの卒業より竹内さん、乃木坂46、西野七瀬さんの卒業の方がショックですと。もう秋元康の手のひらの上ですよ。上ですよ、ね、本当に。枝野氏の年末年始は、うん、地元での会合には出ます。大晦日は日本レコード大賞と NHK 紅白歌合戦、うん、個人的には竹内さんにとって最後の仕事だからですと。その見るとだろうね、すごいね。枝野さんは、うん、我々のトップの内村さんの番組見てるんです。見てる。そういうことになります。すごいことだね。いや別に今暇なんだろう、ね、見る時間はあるだろう、ね、年末年始ぐらいはいい、はいはい、まあまあまあいいんじゃないですか、まあそういったところでございます。今日特にないな。特にないな、ね、特に切ることもなく、まあね、はい、立憲民主党だから何か言いたかったんだけどなかなか言えなかったですね、ということでね、いいじゃないですか。もうはい、佐藤健がね仮面ライダー久々にやるとかいうニュースはね、また今度、あそうなんだ、10年ぶりだって。佐藤健が極秘出演していた仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバー、事前告知なしのマル秘サプライズだったということで、あら粋ですね。うん、ね、そうですか、出たいですね。出たいよね。特撮なんか一個出てんの。でもあるかもな、俺もライダー好き出してるから今漫才で下手したらで、棚橋さんのトークライブも挨拶になったことありますから。ああ棚橋さんが撮ってるあの人差し指と親指を立てるポーズは、うん、仮面ライダーのポーズなんだよね、どっかの。ああそうなんですか。仮面ライダー好きで、仮面ライダーあれはあれですよ、相川翔の男気じゃんけんのチョキじゃないですか。あ違うんですか。あれも人差し指、田舎チョキじゃない。田舎チョキっていうのははっきり違いますからね。そうなんですか。ということで、はい、また明日、はい、お聞きなさってください。お願いします。